おはようございます。即家塾の久保でございます。24時間育児パパでございます。まあ最近はこんなキャッチコピーなんですけども、これ見てください。ちょっと背景変わったでしょこのね、のれんを変えてみました。以前までね、なんか未だに夏の金魚のやつだったんですけども、っぽくはないんですけども、牛さんがいてね。 ででスズメがチュンチュュンンといいう,うな感じでござまます、まあ、そんなねチュンチュンみたいな気持ちでいきたいなと思います何のことかわかんないですけどねさあ皆さんはですね、えー、昨今話題になっているこれね何回か話題になってるんですけども他人の握ったおにぎりおむすびや食べられないっていう問題ご存知ですかね、えー、これがねいろんなところでね引き合いに出されるんですよあのー コンビニのおにぎりは食べれるんだけどもなんか近所のおばちゃんとかおじちゃんとか握ったのはどうも食べられないなみたいな人がいるんですよね、まあ、これはね潔癖症って言われる人がそういう風な感情を持つのもあるんですけどもなんとなく人が握ったのは嫌だなみたいなことをね、えー、表現する人もいるんですよまあ私なんて幼い頃ってのは幼い頃そうですね人が握ろうがそこに落ちたのだろうがおにぎりとなれば何でも食べてたんですけどもね最近はそうもいかないみたいです さあ今回そのどんな論争が起きてるかっていうとこれは回答はなかったんですけども、ね、それはですね学校の先生が生徒さんと対話をしているそういう場面が切り取られていたんですよで生徒さんがね「えー、私はあの人が作ったおにぎり食べれないんです」ってことをお話しする時に先生の立場としてあなたが先生の立場だったらどのようにねこの生徒さんに接していくかっていうふうなことなんですよ でこれはですね、すぐにね回答を求めがちな現代社会の人に自分の頭で考えることを要求する問題だと私は思ってるんですよね、えーまあ、特にねスマートフォンとかで検索が簡単になると自分の頭で考える人ってものすごく減ってだからねあの自,己の自己認識能力とかね自己解決能力ってすごく落ちてるんですよ検索して誰かが作った回答にたどり着いちゃうんですよ まあそれがね、ものすごく便利であるのかそれとも頭がインスタントになってるのかってことなんですけども自分なりの解釈が持てなくなってくるんですよねで私が何でね多くの方と違った結果を出してるかっていうと自分で解釈してるんですよほんで外部の情報とか他の人の知恵に頼ってないところがあります それはなんか幼い頃から私もそうだったんですけど人が A って言ったら B を探すとかね3択って言ったら4択目を作っていくとかっていうことをしてたいわゆるひねくれ者だったんですよでもまあ今の時代はそういうふうにオリジナリティある回答っていうのが求められてるんだなというふうに私は感じてるんですよねさあそこでこのおにぎりが食べれない他人のおにぎりが食べれないっていう問題なんですけども私が先生の立場だったらどのように指導するかってことですまず私はねおにぎりってものよ ったたローの果てにできたかっていうお話をしますね農家の方が朝晩あの起きて、えー、自然と戦いながら作ったお米で誰かが一生懸命握ってくれたものだと誰かが食べてくれるだろうなと心を込めて握ったものだからおにぎりってのは非常にありがたいんだぞお,においしいんだぞってことはお話ししますよね。と同時にですねと同時に人のおにぎりが逃げられないというい食べられないという個人的な感情とか それからアレルギーの問題があったりもするんで食べることは共要できないだからあとはどうするかは一人一人考えて食べれる人は食べてくださいとありがとうと言って食べたい人は食べてくださいそうは言っても食べられない人は食べないでくださいと絶対食べたくないよっていう人は食べないでくださいそれは皆さん一人一人が選べばいいんですよっていうふうに私は教師の立場でお話しすると思うんですよねこれが何を意味するかっていうと学校の在り方っていうのは少しずつ ここととがが変えていくでできるってことなんですよ以前は軍隊教育よろしく先生が言ったことが絶対ですから A たす B っていうのは必ず C っていう答えが求められたんですよでも今はですねどんどん変わってきて多様性を求めるという世の中になってきました1億人いたら1億通りの解釈があって OK なんですよ、うん、違う意見があって、OK、なんですよですすよから 生徒さんがどうするかってことを40人いたら40人の生徒さんが40通りの解釈を持って40通りの行動を先生が進めていってもいいんではないかなと思うんですよそういうことを先生がねあの容認していくところ、うん、それで先生っていうのは別に学校にだけいるわけではありません家庭でも先生っていうのは存在しますもっと言ったらですねこの人に学んでみようかなっていうふうに思わせればそれが先生なんですよ逆に言うとあのこの人から学んでやろうっていうふうに思われない人っていうのはまだね あの先生にななれてていってことなのかもしれませんもちろん先生にならなくてはならないってことはないと思いますけどもすべからくこの世の中にはね人にものを教えてくれる人っていうのがいるわけなんですようんなんか人類人類じゃない出会う人はみんな先生だよみたいなね昔の言葉がありましたけどもまあ何人の先生をこの世の中に持てるかなっていうこともね一つ問われてるのかなと思いますこの人から何かが学べるはずだと思ったら学べることはいっぱい出てくるんですけどもこの人はだ っていう風に自分がね蓋をしてしまうとその人から何にも学ぶことができないんですよ要するにどのように心を開くかが求められているのかなと思いますえー、以上かな、えー、5時になりましたねそれではいってらっしゃい